は少ないんですが、オープン戦では結果出してます。強い打球だ、ライン際だ、おお、フェア、フェアです。柳田は三塁回ってストップ。尾形、大きなアピールになりました。ツーベースヒット。本人の言葉通り、僕の持ち味はバッティングです。そんなライナーでした。素晴らしい。でも何でしょう、思い切りがいいというか、切れ味がないというか、何か迷っているものが全くないですね。本当ですね。はい、ただバッティングがその彼は魅力だと言いますけど、最初のアピールは守備からアピールしてましたんで、はい、足ですよ、ファインプレーって、ね、はい、ですから本当に、うん、あのもうちょっとしたら背番号が軽くなるんじゃないかっていうね、でも何がどう送るかっていうのが大事になってますよね。スタートして逆に行きました。三遊間を破っていきました。スタート切ってましたんで三塁に行きました。大型マルチヒット。サインかかってましたかね。かかってましたね。ショートの源田がセカンドキャンバスに寄ったところ、逆方向になりまして間を破っていきました。最後の試合でアピール成功です。まあ、やはりできればですね、その前のところでバントで決めるというのも非常に大事になってきますよね、はい、ただやはり野手の動きを見て、ランナースタート、そして三塁ランナーもスタートを切ってきました。しかも送球がそれています。ファーストランナーの尾形も三塁に行きました。ダブルスチール、足で取りました。2人でやりましたね。まずはファーストランナーの尾形がスタート。バットの先だ、セカンドの後方、ジャンプ届かない、センターへのヒットになる。ランナー2人目帰ってくるが、タッチはアウト。センターからいい送球返ってきました。ただランナー1人は迎え入れてます。尾形いい送球でした。守備の布陣等が変わっています。先ほどのプレーをご覧いただきましょう。住谷の打球、セカンドの上でした。センターの尾形、ランナー1人は帰ってきましたが、バックホーム、2人目はしっかり刺しました。いかがでしたか。いや、いいプレーですね、あのヒットを打たれたことじゃなく、その次をちゃんと考えて動けるし、やっぱりそこでアウトにすることによって、まあ、あのすごく大きなアウトですよね。ここを西武が勢いを増してきてますんでね、はい、今日スタメン起用